ワンビットハート。人妻は好きですか？いやー、先生のケースキだよ。今回はね、友達作りパート。前に白衣さんと友達になった時みたいに、ある人にいろいろプレゼントをどんどん貢いでいって友達になってもらうっていう回になります。で、今回その友達になってもらう相手を決めさせていただきました。今回はこのチロさんです。ハリア君のお母さんだ。人妻っていう響きうずくよね。こんにちは。ここに書いてある通りだ。ここじゃないわ、間違えた。こっちか。この人はこの花屋を営んでいるチロさん。人妻って言葉なんてかうずくよね。みんなも人妻好きだろ。好物はお茶会が好きみたいだから、それ関係かなということなんで、あらかじめね、こんな感じで、フラワーティーっていうんと、ミルククッキーを買い込んできました。これをあげていきたいと思います。クッキー。ミルククッキーですね。ちょうど切らしちゃったところなんです。ありがとうございます。ということでね、結構壺についてきとるらしいわ。これやな。これを当たり続けたら、どんどんイベントが進んでいくぞ、これ。よっしゃー！こんにちは。今、紅茶を入れようとしていたのですが、奈良志くんもどうですか？わあ、本当ですか？いただきます。うまい。最近よくお話ししてくれるので、そのお礼ですよ。そういえば、ハリア君見ませんね。いや、店の前おったやん、さっき。ああ、配達に行ってもらってますよ。あ、ごめんなさい。言っとったらね、ごめんなさい、奈良志くん。知らなかった。配達は全部ハリア君がやってるんですか？そうですね。私が配達に行くとハリアの何倍も時間がかかっちゃうから。えってことは当分の間僕たち二人きりですね。ハリア君も若干危ういと思いますが、何度か私もやってみましたが、やはりたどり着くまでに満身創痍で、あまりハリアには負担はかけたくないのですが。じゃあもう一度挑戦してみませんか？もう一度？そうです。俺のそばについて困った時には助けますから。そうですね。高校の受験にもなると今のようにもいかないでしょうし、今から訓練しないとですね。じゃあ次から行ってみましょう。あー、なんだか気の抜ける変だけども大丈夫かな。圧倒的心配。よろしく。結構修羅の道に誘い込んでしまったんじゃないのか君。よし、じゃあもうちょっとやったえてみましょう。どうだ。よっしゃ。とにもかくにも道に迷わないためには地図の見方を覚えることですね。そっからかよ。そっからな。それ小学校の社会科でもやるようなことじゃないの。地図ですね。そうです。ビットフォンに初めからついてると思いますけど、チノさんにはもう少し分かりやすいアプリをダウンロードした方が分かりやすいですし、いいと思います。最近ってな、スマホのアプリにもさ、カーナビとかあるけんな、あれすごいよね。アプリですね。はい。これなら目的地を入力すると自動でそこまでのルートが記されるんです。とりあえず307タワーで入れてみます。ほら、必要ならバスの乗り換えや料金も教えてくれるんですよ。まあ便利ですのね。あんまりチロさんってスマホとかやってなさそうなイメージだな。もしかして今でもガラケー持ってるタイプかもしれない。矢印アイコンも出るし、どの方向へ行けばいいかも記してくれるので安心ですね。そうですね。この場合はこっちに行けばいいのかしら。チノさん、それ逆方向です。圧倒的方向音痴。これ大丈夫かな。あら、矢印って時が3つもあるからわからないわ。一番角が鋭い時の方へ行ってください。チロさん、矢印初めて見るんか。生まれて初めてなんか。うふふ、難しいわね。音声機能もついているタイプの方がいいかな。でもあんまりこういうのにたどりすぎてしまっても根本的な解決にはなりませんしね。そうやな。俺も車の運転とかカーナビに頼って全然道とか覚えんタイプやけんな。ちょっと気持ちはわかるよな。そうね、生まれついてのものだったからなおさら難しいのかもしれないわね。
生まれつき矢印が読めないってどういうことやねんって話だけど、習うより慣れろってことで一回行ってみるしかないですかね。大丈夫かねそれ。まあ無事に帰ってこれるかしら。戦場に行くわけじゃないやぞ、七郎さん。戦場に行くわけじゃないぞ、お前。そんなにひどいんですか。前は一郎寺に帰れなくて、夫に捜索願を出されてしまいました。あ、それ相当やな、お前。先行きが不安なことを聞いてしまった。あれ、お母さんと、奈良氏さん、何やってるんですか。あら、春や。奈良氏くんがね、私の方向音痴を直してくれようと、いろいろ考えてくれてるの。そうなんだ。地図の読み方とかかな。そうだ。次は実際に行ってみようって話だから、次の配達はお母さんに任せて。ハリエはお留守番しててね。大丈夫なの。めっちゃ心配されてるやん、お母さん。息子さんに。大丈夫っすか、お母さん。ああ、お父さんには内緒よ。絶対ダメって言われてるから。僕だってダメだと思うよ。ナシさんだって迷惑はかけられませんし。俺は別にどうなってもいいと思ってるけど、なんだか不安になってくるな。そうですよ。だからやめておきましょう。よっしゃー。では、ジロさん、次頑張りましょう。奈良さん。七志くんはがぜんやる気になっていた。その後のことを後悔してしまうのではないか。大丈夫か、七志くん。クッキー。あ、早いな。というわけですが、準備は大丈夫です。やる気ムンムンです。やらしい言い方するな、お前。人妻。少し違う気もしますが、ハリア君にはなんて説明を。ハリアは今昼寝をしていましたので書き置きをしておきました。内容は、配達に行ってきます。探さないでください。何が探さないでくださいじゃん。それ家出した時のやつじゃん、お前。余計に心配かけてしまいそうだ。とにかく行ってみましょう。はい。よし、届けるまでの目標はなんとか達成ですね。やりましたね。てててて、千乃さんの実機会場。荷物を届けるをクリア。しかし、たどり着くまでにもなかなか難関でしたね。この地図だとカビがあるかないった。障害物があるかなんて書いてませんもの。ですけども、しかし、あとは借りつくだけですね。でも、こんな時間ですわね。あ、時間のことはあんまり気にしてなかったけど、もうこんなに経ってる。ナーシ君はこの辺りに住んでいるから大丈夫ですよね。いや、なんとか案内はできましたけど、この辺りは俺の住んでいるところからほど遠いので。まあ、とりあえずはまた地図を頼りに早く帰らなきゃ暗くなっちゃう。そうですね。あとは帰るのみです。頑張りましょう。そういう意味ではなんか、この後、悲惨な目に遭いそうで怖いんやけど。あれ、ここさっきも来ましたね。この辺り特に道が複雑だから。もう一度歩きましょうか。おいおいおい。なぜ。あら、紅茶の話をしていたらこんなところに。まだかよ。ああ、千代さんに完全にペースを持っていかれた。そのまま千代さんルートで進んじゃったってなんだろうな。千代さんルートって言うたらなんかギャルゲーみたいになってるやん。本当に人妻を攻略するような話になってきてるよ、お前。千代さん、おしゃべりなしで行きましょう。周りの景色を眺めながら優雅に帰りましょう。まあ、でも少し寂しいわ。何かお話ししながら行きましょうよ。ああ、そんなこと言うたら、したらなるやないか、千代さん。したらなるやないか、千代さん。あら、ダメよ、甘やかしちゃ。黙って歩くことぐらい私にだってできますよ。なんじゃそれ。なんだその裏切りよ、お前。何か甘やかしちゃうじゃん、お前。お前のために言うんだろ、お前。お母さん。やばい。やばい、春也くん、その言い方。母を立てて三千里みたいになってるやん、お前。まあ、春也、お留守番、ご苦労様です。そうじゃなくて、こんなメモを残してたから僕心配だったんだよ。あら、普通の書き置きじゃないの。普通じゃないよ。ごめんね、ハリア君。チロさんのワールドの威力を舐めてたよ。
なんとなくわかりますが、お母さんはマイペースなので、マイペースってレベルじゃなかっただろ、お前。この様子だったら、家を出たらすぐに樹海にたどり着いたようなもんなんやな、お前。家の周りが樹海ってなんだったの、お前。お母さんの名前、記憶が樹海員な。ポケモンになっちゃったよ。とにかく、無事に送り届けていただいてありがとうございました。ブルーサウスストリートあたりだったんですよね。ナイスさんがいなければきっと帰ってこえてなかったです。そこまでひどいのか。本当にひどいんだね。今日で実感したけど。それにチノさん、思ったよりも体力ありますね。あんだけ歩いたのに、俺もう限界ですよ。それは多分ナシ君が弱だっただけだと思うぞ。いえ、いつもよりは歩いてないですよ。ナシ君がいたから近道で帰れました。近道あれで。それでは疲労の回復に一杯入れましょうか。ちょうどクッキーも燃えてたの。ナーシ君も休憩しましょう。わあ、チノさん、危機感が全くないぜよ、あんた。樹海員。あ、クッキー、わーい。わーい、いただきます。ミス樹海員。ミス樹海員って覚えよ、もう。ミス樹海員、チノさん誕生やな。まあ友達になってないから、どんどん当たり続けるぞ。来た。こんにちは。いらっしゃいませ。ハリアなら今配達に出たところよ。マジか、また二人きりだ。チノさん、そろそろ二人きりの関係気づきませんか。あ、結局チノさんには任せてもらえないんですね。私はできるって言ったんですけど、任せてもらえませんでした。早くは迷ったりはしないですね。そうですね。私たちにそこはいなくてよかったわ。一つの配達に私たちの半分の時間で済ませるもの。半分って、お前の半分だったらそれって長いんじゃないの。それでも結構遅いよな。やはりここは役割分担として、私はここで紅茶を作っているのが一番いいと思うんです。それ仕事かよ。それ役割分担できてるかな。それはお仕事なんですか。どうでしょう。質問を質問で返された。でもそこがいい、天然人妻。ああそうだ、先日お世話になりましたし、何かお礼ができればと思っているのですが。マジっすか。じゃあキスしてください。じゃあお友達になってください。そうだそうだそうだった、そうだった、ナシ君友達を求めとんだったわ。お茶飲み友達ですか。確かに一郎さんの入れる紅茶は美味しいので大歓迎ですが、物理的にフレンド申請を壊したいのです。まあなるほど。こうだったかしら。あら、これはお電気アプリだわ。あ、俺が送ります。あら、これで承認をすればいいのですね。きたー、やったー、人妻ゲットだぜ。はい、オッケーです、ありがとうございます。若い声してるな。お母さんいくつだよ。若い声してるな。どうも、みそじを過ぎたとは聞けないだろ、お前。みそじを過ぎたような感じは感じられんな。そうだ、お茶会用にこのティーカップをあげましょう。ナーシ君専用ですよ。マジか。わあ、綺麗、ありがとうございます。いつの間にそんなものを用意してたんだ。マイカップがあると話も弾むんですよ。今度またお茶会しましょうね。はい、またお茶会呼んでください。いつでもいらしてくださいね。ウェーイ、お茶プリーズ、お茶プリーズ、お茶プリーズ。よう、チノさんと友達になっちゃった。これからよろしくな、未来の息子よ。